はい、今回はピントを合わせるというねことでお話していきたいと思います。ピントを合わせるっていうことに関しましては、私は最初からまあそれができていたんではなかろうかと思います。少なくともそう思って意識して仕掛けていました。例えばね、吉田さんと一緒に取り組んだ20時間ライブです。この20時間ライブに私はコメントを書きまくったということは未だに吉田さんから語られてるんですよ。で、私もたまに言いますよね。で、この経験を通じて、人数は少なくてもたとえ100人だろうが10人だろうが、そこに目立ち続けるってことはいかに大事なことか、少なくとも自分一人で活動していってはできないことが、別の媒体の10人に対しては自分を知らせることができて、例えばそれがなんとか合宿っていうのがありますよね。なんとか合宿に行って俺はこうですよって言いまくったら、なんだあいつみたいな感じで印象残るわけじゃないですか。で、それがビジネスの第一歩じゃないかなと思うんですよ。どんな場所でもそうすることですよ。じゃあ例えばね、マトリックスアフィリエイトっていうね、このインチキな詐欺の、集団がありました。私もまんまとそれをね、セールスによって買ってしまいました。買った以上絶対にそこで目立とうかなと思っていたんで、そのマトリックスアフィリエイトのオフ会で、ね、飲み会とか懇親会でね、とにかく目立とうと思ったら、あれ速稼塾の久保さんですよねって感じですでに目立っていました。ですんで、そこで私を中心に一つのグループができたわけなんですよね。で、結果マトリックスアフィリエイトが詐欺でとんずらしても、久保さん何か聞いてませんかっていうふうに私に連絡が集中してきて、いやマトリックスアフィリエイトにやられちゃったよねと、まあでもさ、あれはもうね諦めて別のビジネスやっていこうよ、ところで速稼塾ってのがねっていうふうな話ができると、別に私は速稼塾っていう自分の商品が売れていくわけですよ。つまりはマトリックスアフィリエイトという場所を買ったその金額が私にとって100万円だったって形なんで、場所代安いよねって話ができるわけですよ。稼ぎたい人が集まっていて、本当だったらメタ流星って人間が稼ぎのノウハウを教えてくれるはずだったのに、それがいなくなったんで、私がね浮き上がってきたってことで、怪我の功名ですよね、やったみたいな感じですよ。まあ、そんな感じでね、とにかくどこかに出て行って自分が知られるってことはむちゃくちゃ大事なんですよ。で、自分がお住まいの地域に知られるために町内会長をやれば町内会長のノウハウが売れるでしょ。子育てをすれば子育てのグループができるから、そこに子育てのノウハウが売れるでしょっていうことで、商品ってのはね別に二の次なんですよ、うん、そうじゃなくて自分が知られてるってことはいかに重要なかってことなんですよね。で、湯河原の合宿で商品を紹介しますよって言った時、私はFacebook の視聴者さんってのが結構多かったんですよね。常に誰かが見てくださってる状態だった、20人30人が。で、そこで紹介すれば何かしらの商品が売れますよっていう前提を持って、皆さんが湯河原の合宿に来ていただいたら、私のライブ対談の中に出ていただいて、あなたの商品を紹介しますって言ったけども、商品誰も持ってないと、何をすればいいんですかって感じですよね。興味を持ったら連絡先ここですっていうぐらいしかなかったじゃないですか、この私のね情けなさ。いや本当にね、稼ぎたいと思ってわざわざお金をかけて湯河原まで来た人たちなのかなと思っちゃいましたよ。だからこれはね、なんていうのかな、ショーケースの向こうにあるね、ウィンディングドレスのね、綺麗だなと思ってるだけなんですよ。そうじゃないんですよ。本当にね、自分がね、掴みたいと思ったものは、掴まなきゃこれはね、何の人生なのかってことですよ。掴もうと思って、それでもね、掴めないものがある中で、少なくとも手を伸ばさないでどうするんだってことですよね。そういった意味で、まあ、ピントのピでございますよ、今日は。ピントが合っていたんじゃないかなと、私は振り返ります。なんせ、未だにね、久保さんコメント書いてましたねって言われるでしょ。この効果ってのはでかいですよ、やっぱり。そういったダメな時代を見てくださってるということですよね。だからこれも私が5年目とか途中でやめてたらもう語り草になってないですから。未だにこうやってできるってことは、未だに過去を持ち出してきて、そことの比較とかね、他の人はいなくなったけど俺たちいるよねみたいな、こうやって歴史が語れるってことだと思うんですよね。生き延びてきたってことでございます。ピントのピ。